ビクター・マヌエル・クルーズヒルは、ドミニカ共和国ランチョビエージョ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。1976年にフリーエージェントでセントルイス・カージナルスと契約した。この年は、ルーキーリーグのジョンソンシティ・カージナルスでプレーした。1977年に、シングルエフローリダ・ステートリーグのセント・ピータースバーグ、カージナルス。 WA テキサスリーグのアーカンソートラベラーズでプレーした。1978年、AAA 級シラキュースチーフスを経て、6月24日にトロントブルージェイズでメジャーデビュー7勝3敗の成績を残した。1979年、クリーブランドインディアンスで3勝9敗、1980年、6勝7敗の成績を上げた。1981年は、 ピッツバーグパイレーツ、AAA 級ポートランドビリーバーズでプレー1982年は、AAA 級デンバーベアーズでプレーした。1983年のテキサスレンジャーズでのプレーが、MLB での最後のプレーとなった。この年、AAA 級オクラホマシティ89アーズでも、プレーした。1984年、オクラホマシティ89アーズで、1985年、 デトロイトタイース参加のトリプル A 級、ナッシュビルサウンズでのプレーを最後に現役を引退した。メジャーリーグでの5シーズンで187試合に、登板18勝23敗 37S、防御率3.09、271回を投げて248奪三振を挙げた。2004年9月26日、ドミニカ共和国のサントドミンゴで亡くなった。 ありがとうございます。